にちは、海外進出の YouTuber のケントです。はい、皆さんこんにちは、海外ビジネス大学校長の横川です。はい、お願いします。はい、本日のテーマは、動画1本で売り上げを生む PR フィルムとは何かという話です。はい、よろしくお願いします。いいですね。はい、横川校長、最近我々動画って言ってますし、僕たち自身もこうやって動画作ってるんですけども、はい、もうやり始めてかれこれ2年半くらい経ってます、ね、もうですね、なりましたね。はい、いろいろお客さんが使ってるの見て、そして僕たちも実際にやってるの見て、はい、どうですか。いや、僕ね、本当にまあ2年半前はですね、やっぱり振り返ると超アナログの世界にいましたんで、営業っていうのはもう最初からね、もう顔と顔を付き合わせてやらなければいけないもんだということを、ね、ずっと信じてましたんで、まあそういう時代だったんですけどね、まあ、コロナでゴロッと世界が変わった、やり方が変わったっていう中でね、この動画の威力っていうのをね、最近ね強く感じてますね。はい、はい。まあ、ということでですね、今日このちょっとあのエピソードを作ったのはですね、どうやら我々が作っている、まあ、動画の、作り方、そしてそれを使った戦い方って、実は珍しかったんですよね。あ、そうですよね。で、それには課題があったんですよ、実は。これ僕たちが困って、じゃあそれを解決するためにもうこういうコンセプトでやろうっていうところを踏まえて今に至りますので、この動画はですね、今例えばいろいろ広告費かけてるけどなかなか結果につながらないなとか、新しくスタッフ新卒入ってきたけれども、なかなか売り上げ生んでくれないなとか、もう経営マーケティング採用教育いろいろ悩んでる企業さんはこの動画見るとちょっと希望が湧くかもしれないという、いいと思う、かなり湧くと思いますよ。はい、お話をしていこうと思います。はい、このチャンネル海外ビジネス大学はですね、今日はちょっと動画の話なんですけれども、海外進出、そして営業戦略に必要な生々しい情報、人脈、そしてノウハウっていうのを提供しています。はい、はい、ということで、今日のテーマ、動画1本で売り上げを生む、PR フィルムとは何なのか、はい、ってことなんですけど、まず最初に話したいのは、僕たちに身に起こった課題ってことでしたね。我々の事業って、簡単に言うとどんな事業ですか。僕たちは、日本企業が、ね、海外進出するために必要な、ステップを、ね、できるだけシンプルに、あるいは小規模で進出しやすいような、プロモーションを、お手伝いするということですね。はい、はい、言ってしまえばコンサルティングとか、そうですね、そういった領域なんですけど、やっぱこの手の領域ってやっぱ説明しづらかったですね。そうなんですね。だからコンサルティングって言っちゃうと、なんか生まれちゃいますよね。そうそうそう、私伴走型とかって言ってたんですけど、どういうことって具体的には、ですごくなんか毎回説明しなきゃいけなくてで、じゃあ分かりました、社長とアポ取りますって言った時もまたこう説明しなきゃいけないし、その人がね、そうそうそうっていうことって多分往々にしちゃって、で僕がある日、たくさんね経営者さんとか事業家を紹介してくれる、マッチメーカーさんみたいな人に言われてしまったのは、いや日比さん、横川さんのサービスってすごくいいんだけど、なんか紹介しにくいって言われちゃったんですよ。なるほどね。それショックですよね。ショックですね。かと。でこれって多分、みんな往々にして起こってることだなと思ってて、やっぱりまだその新しく事業を始めるとか、事業を回し始めるとか、新しいサービスを始めるっていったところって、まだいきなりねお金ぶち込んで、やるっていうよりかは代理店営業、紹介営業だと思うんですけど、そうですね、そこで起こるぶどまりって何かなって考えると、実は紹介しにくいから紹介されてなかったっていうことが起きてるのではないかと。はい、いう結果になりました。その通りですね。はい、だから信頼関係構築するとか、ちゃんと人と膝交わして会うっていうのはもちろん大事なんだけれども、ここのフィルターが間違えちゃうとぶどまりが起きているって、これ多分みんな起きてるんじゃないかな。そうなんですよ。なんかあと言い方の順番とかね、はい、日比さんとかはこういうふうに言ってくれたら納得できたんだけど、自分がいざその人いた時になんか結論が先に言っちゃって、なんかそれってどうなのみたいになって、うまく伝わらなかったとか絶対あると思う。人によってね違いますからね。じゃあそれを PDF で資料渡されてって思ったもん、じゃあそれをダウンロードして転送してって、なかなか結構しんどい話。まあこんだけの情報社会の中でね、皆さん読まなくなりましたよね。そうですね。それも、昔なら読んだかもしれない。はい、今はもうやっぱり読むっていう作業がまたちょっと、ハードル高くなって、一定レベルの興味までいかないと読まないっていうふうに、なってるんで、というのを解消するために僕ら何したかっていうと、もう難しいこと言わないでください、この動画に出ている日々に合いませんかっていう僕のコピー動画を作ったんですよ。そういうことですね。はい、でそこには僕が出る、僕を紹介される必要があるので、僕が出る必要があるんですよ。はい、自信ですね。もうここの信頼関係、紹介してもらうっていう信頼関係あるし、でこことの紹介者と、エンドユーザーの信頼関係はあるわけなんで、この動画を作るにあたってですね、いろんな人がいろんなこと言ってきたんですよ。はい、もっとアニメーション使った方がいいんじゃないのとか、もっと機材使ってブランディングした方がいいんじゃないのって言ったんですけど、全部の意見をもう無視して
もう6分半ですね、うん、の動画作って、うん、で僕が出て、はい、僕ががっつり説明するっていう動画を作ったら、はい、動画、3ヶ月リリースして3ヶ月で再生回数800回、はい、これはどうしようもない数ですよ動画としては。そうですよね、全然もうマーケティングの間の字にも当てはまらない、うん、けれどもその後の紹介の問い合わせが21件来て、うん、で受注件数17件になった。これがすごいですね、うん、コンバージョン率。そう、コンバージョンね、受注のコンバージョンで言うと100回再生されたら2件受注されるっていうコンバージョンなので、うん、すごいですよね、はい、うん、で、その後、じゃあ、ね、皆さんが、ね、大事にしている、親しい経営者さんからこの動画に出ている誰に合わないって言ったら大体見てくれるんですよ、うんうん、ですよね。で21件紹介して、うん、である程度見た上でお話するので早い、はいはい、だから21から17っていうコンバージョンを記録できて、うんうん、っていうこの動画がですね、営業だけではなくてですね、あ、もううちのサービスこれですからねって代理店とかスタッフに教育できたりとか、その通り、あとはこれを採用に使えたりとかみたいですね、はい、そうそうそう、そんな風に広がっていくと。そうです、そうです。でも、まあ、コンセプトがね伝わるってことですよね。あ、そうですね、うん、でしかも会う前に限りなく対面に近い疑似体験ができるっていうところで、ね、はい、あのむちゃくちゃ良かったなというのが我々の PR フィルムを作るまでに至ったお話です。いいですね、はい、はい、うん、じゃあそれを踏まえて次何話したいかっていうと、うん、じゃあ PR フィルム、まあ、これ勝手に僕たちがつけた名前なんですけど、はいはい、といわゆる一般的な企業ブランディング動画の違い、そうですね、ここの違いを積み上げることがすごく重要で、はい、さあ横川校長、はい、ブランディング動画ってどういうイメージ、ね、ブランディングってやっぱなんかこうイメージを良くしたり、わ、なんかすごい素敵だなとか、うんうん、ちょっとこう感情に訴えるような、うんうん、じゃあそのブランディング動画をどう使ってどう売り上げに結びつけましょうか。それがまあよくわからない、そうなんですよですね、あ、これブランディング動画無駄って言ってるみたいな、ね、あ、そうそうね、まあ、イメージでこう意識残りますからね。そうです。で僕はブランディングとかマーケティングって1000人いたら1000通りの答えがあるんでいろいろあるんですけど、うん、まあ、僕の解釈だとブランディングって自己紹介なんですよ。自分がこう思われたいっていうこのその絵を相手に思ってねっていう自己紹介なんですよね。確かに。ただいわゆるその今出回ってるブランディングとかで抽象的な表現をして、うん、かっこよく見せてってっていうこのイメージ選考があの結構あると思うんですけど、これを紹介者の人に渡してもいやそういうことじゃなくてみたいな、うん、今いいよねみたいな、うん、いいよねってなんだけど、いわゆるその紹介営業代理店営業で回していくにあたってはちゃんと正しい内容を伝えたいっていうのがあるわけなんですね。そうですね、はい、ということを踏まえて PR フィルムとブランディング動画の違いって何かっていうと、まず一つ目、これ3つあります。一つ目は営業部長もしくは人事部長、まあ、社長でもいいですね、うん、のコピー動画を作るっていう感覚で作ります。そうですね、がっつり説明します、はいはい、そう、まあ、つまりだからなぜこれやってるかとかどうしてそれがビジネスになってるかとか、やっぱりビジネスになるっていう仕組みが分かるような、まあ、内容をきっちり盛り込んでるということですよね、うん、そうですね、はい、まあ、なので僕がよく言うのは、ね、動画制作費として、まあ、うちだと30万から80万、はい、海外版だと100万とかってやってるんですけれども、はい、でそれをね動画って考えると高いかもしれないけど、本社の営業部長がもうフルタイムで働いてくれて、はい、教育もしてくれて、うん、で稟議突破でも使ってくれるっていう営業部長が40万で買い切りでできるってなるとすごく安く感じる。そうですよね、という構成がすごく PR フィルムで重要なポイントです。はい、はい、で2つ目、うん、2つ目で PR フィルムとブランディング動画の違いっていうのは何かっていうと、美しく伝えるのではなく正しく伝えるっていうことです。これ日比さんいつも言ってますね、はい、これはポイントですよね。いや、めちゃくちゃポイントだなと思います、うんうん、なんで美しく伝えるっていうのは、まあ、ブランディングとして弊社ってこういうイメージですよ、はい、こういうそのアイデンティティですよっていうのはもちろんね、うんうん、ただ紹介営業においてはそういう抽象的な表現よりも正しく伝えるっていう方が、ね、具体的に、はい、っていうことですね。弊社の強みはこうです、1、2、3、はい、みたいな、うん、いうことがすごく重要ですよ、はい、じゃあ、3つ目 PR フィルムとブランディング動画の違いって何かっていうと、じゃあその動画っていうのをデジタルマーケティング SNS マーケティングで広げるのではなくて、はい、人海戦術で広げましょうっていうところがすごく重要なポイントです、はいはい、拡散してね、紹介してねってことですね。そうです、そうです、はい、お願いしますって感じ。そうです、具体的に誰に渡したいっていう感じですね。そうですね、我々は、4人のスタッフしかいないので、ね、はい、もう教育することはやめました、はい、新しいスタッフも入りましたけど、はい、もうこれをこのまま言いなさいと、はい、これをコピペしてそのままペーストして送るっていう、この情報の伝達性の速さっていうのが僕はポイントなんじゃないかな。確かにですね、はい、もう営業部長がいつも誰かと寄り添ってそうそうそうこう代弁してくれるみたいな。そうですよ。ただこれを動画1本で、うん、YouTube でぐるぐる回ってるか TikTok でぐるぐる回ってるってのはありえないです、うん、そうです。それはもう諦めて、はい、それはまた必要な人に必要なところに送り届けるだけで十分だと、はいはい、という思いを伝えてはいるんですけれども、はい、こんな企業さんに
おすすめですよと、PR フィルム作った方がいいですよっていうところで言うと、例えば意外と広告予算避けないみたいな。あ、なるほどね、確かに。まあ我々も今どうするデジタルマーケティングみたいな話をしてますが、そう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 ね、今ね、まあ、費用対効果みたいなことで ねなりますね、はい。うん、私 B2B になってくるとなかなかそのアプローチも難しい、難しい、確かにね、はい。まあ、多くの企業はやっぱり代理店営業やってると思います。その通りですね。そこでまずそれだけ、ね、支援してくれる方がいるんだったら、その方たちに重たい PDF の、金棒を渡すんじゃなくて、はい、めちゃくちゃ軽い刀を渡しませんか、パッて紹介できるもね、はい、材料を渡してあげる、はいはい、という感覚です。あとはですね、あと臨機突破。あーですね、うん、つまり、まあ、我々もあの輸出って結構重たいコンテンツなので、はい、我々そしてじゃあ例えば佐藤部長っていう、はい、で佐藤部長が社長を口説くってなると、うん、我々 VS 佐藤部長なわけじゃないですよ。そうですね、我々 With 佐藤部長 VS 社長になるんです、はい、そうですね。でこの佐藤部長がなかなかうまく説明できないとこれ突破できない。その通りですね、リングありませんから。そうそうそう、はい、社内でね、で資料が一人歩きしてみたいなのってあると思うんですけど、そうなんですね、これも資料の限界があるんじゃないかと、はいはい、だったらもうこの動画をそのまま会議で見せてください。そうですね、っていうふうに僕たちはやってます、うん、でこの企業のおすすめ3つ目はですね、うん、代理店もしくは紹介者、うん、もしくは紹介経営者コミュニティがなかなか動かないってことですね。そうですね、はい、次につながらないってことね。そうですね、うん、はい、でここは僕がもう何回も言ってるように、それって紹介しにくくないですかと。そのとおりですね、 PDF ダウンロードしてこの人に会えませんかって言わせるってなかなかメンタルブロック高いですよと。そうですね、はい、うん、ということ、はい、こんな企業さんにおすすめです、はい、ということでですね、この PR フィルム、まあ、実はいろんなパターンがあるんですけども、はい、例えば営業部長のコピー動画を作ろうっていうのが、うん、ビジネスプロモーションビデオって僕言ってます、はいはい、これはもう営業部長、人事部長、海外営業部長のコピーを作りましょうと、まあ、これだと30万から100万くらいのバジェットでできます、はい、もうスマホ動画でも十分あの、はい、効果が出るので、うん、予算がない方は、はい、30万分の営業部長を作るでもいいですし、そうですね、海外営業できるようなもう最強の営業部長を作りたいということであれば、もうちょっとお金出していただいてですね。サクッといくとその料金の違いってどういう感じですか？まず30万と40万、うん、はい、30、40、60、80っていうふうになってます、はい、うん、はい、30、40に関してはスマホで撮ります。あ、そうですね、これはスマホでもすごいんで、はい、これ機材を使うってなるとやっぱ高くなっちゃうんですね。そうですね、はいはい、僕は B2B 動画なのでそんなに美しさ求めないよねっていうこと、はい、内容コンテンツが命、はい、はい、って言ってます、うん、で30万に関してはサービス内容だけです、はい、40万になったら御社のメンバー1人出ていいですって言います。なるほど、はい、インタビューですね。なるほど、なるほど。でこれなぜかというと、結局紹介のされ方としてこの動画に出ているなんとか社長に会えませんかっていうことですよね、はい、っていう紹介のされ方をするので、やっぱり人が出ないとあの説得力ないよねっていうところで、うん、その会社の方がね、はい、当事者が出た方がいい。そうですということですね、はい、でアポのまあ流れを考えると、あ、動画に出ていた横川さんですね、うん、っていうことをされるとですね、なんか運びやすいん、そう、なんか近しい感じだよね、もうすでに見ましたみたいな、はいはい、ってなるので対面じゃない感じがあっていいっていうところで、うん、はい、あの B2B の動画一本営業においては必ず出てくださいねって言ってます。いいですね。でこれが2人、はい、3人ってなると60万80万ってなります、はい、ということですね。じゃあどういうことかというと、じゃあこのサービスを使っているお客さん、御社のエンドユーザーさんに、いや、このサービス使ってめちゃくちゃ良かったんですっていう第三者効果を入れるとまた説得力のある動画になるので、でこれが1人2人ってなると、じゃあ出演人物として1、2、3ってなるので40、60、80ドルにしますかと、はい、はい、でここに、英会話プランっていうのをつけるとまたちょっと高くなるんですけれども、はいはい、そんなような、料金だけになってます。まあ、こういった能力ができる営業部長を採用するってなったら年間これくらいかかるけれども、一発で寝ずに、しかも新卒に教えながら代理店営業も加速するってなると僕は安いんじゃないのかなって思ってます、はい、まあもうちょっとした接待費とかちょっとした出張費をね、もう考えたら十分作成、それでその費用をねちょっと当てればね制作できますから。そうですね、一度やってみるとね全然変わると思う、はい、営業スタイルも戦略も変わると思います、うんうん、ということでめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ、はい、興味がある方は、はい、概要欄の LINE @海外ビジネス大学のお問い合わせください。お問い合わせください、はい、それではバイバイ、はい、お問い合わせ待ってます。ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。